4CX350FJ っていうのを入れてみました。特性的にはね、これあのバイアスが浅くて、要するに小さいドライブでパワーが出るっていうか、まあドライブ電圧が低くて出るという設計なので、私もこのまま渡しちゃったのがちょっと間違いだったんですけれども、バイアス電圧を低くしないと逆にアイドリングが流れないので、トヨタを持ってる方はね、ここバイアス電圧のこれセナーで一応安定化してあるんですけど、上のこの2本をね、ここショートするような形にして、少しバイアス電圧を低くします。これでね、350FJ もオンになって動くのかなという感じですね。それとあとやっぱり入力の容量がちょっと違うので、ここの入力のチューニングですね、ここがやっぱり入力容量が少し低いんでしょうね、少ないんでしょうね、少しバリコンが抜けました。こんな調整でね、やったね、申し訳なかったんですけどね、はいなんて弾渡してね、使えるからとか言ってうっかりしちゃったんですけどね、まあ、考えてみたらそういうことなんですよね。それであのとりあえず出たので、これでちょっとしばらく使ってください。思いっきりパワーは出してません、いろいろあると心配なのでね。はい、とりあえずあれあらららら、こんな感じです。ああ了解しました。ああね、ちょっとあすげえな、ちょっとハウリングしちゃってな。大変綺麗な変調でね、パワー出てると思います。無理しないで、ちょっとこんな感じで冬場使ってください。いい音です。はい、そんな感じでね、故障じゃないんですけどね、ご心配おかけしました。トヨタはトヨタのやっぱ良さがありますよね。独特の設計でね、まああのなかなかいいんじゃないでしょうか。いい機会だと思います。はい、トヨタファンの皆さん、やっぱいいっすよね、トヨタもね。よっこいしょ。はい、こんな感じで手作り感満載で、真面目に作ってますよね。はい、そんな感じです。